皆様、こんにちは。夜に見ている方はこんばんは。チャンネルナレーターのあかりです。本日の動画は、集まれ、動物の森の部屋アイディアを紹介します。テーマは、オフィスで、住民のジャックさんの部屋を真似しています。書斎の机や書類の山などのオフィス製品を並べて、会社にいるような雰囲気が出ています。使用する家具が多いですが、ぜひ作ってみてください。まずは、今回部屋を作るために使用した、壁紙、床板、家具、小物を紹介します。オフィスの壁、モノクロパネルカーペット、アイアンワークテーブル、ウォーターサーバー、オフィスのチェア、オフィスのデスク、金庫、書斎の椅子、書斎の机、ホワイトボード、書類の山、資料、書類の山、テキスト資料、デスクトップ PC、ニュートンのゆりかご、ファクシミリ、マグカップ、ウォールクロック、表彰状、の以上、18種類のアイテムです。書類の山は、2つ用意しました。部屋作りに使用するアイテムの多くが、たぬき商店で購入できます。ただし、たぬき商店で陳列される商品は、ランダムなため、すべてを集めるのは結構苦労しました。あとは、オフィスの壁がローランで、アイアンワークテーブルは DIY で作成しました。アイアンワークテーブルは、鉄鉱石が10個必要です。詳しいバリエーションの種別や、リメイクの色は、動画でご確認をお願いします。準備も整ったので、それでは部屋作りを始めていきましょう。まずは、壁紙と床板を貼って、部屋の模様替えを行います。壁紙は、オフィスの壁、床板は、モノクロパネルカーペットを使用しました。壁紙と床板を貼るだけでも、オフィスの雰囲気が出ていると思います。次は、家具や小物、壁掛けアイテムを設置します。今回の家具で、一番高額なアイテムが、デスクトップパソコンの10万ベルです。白のデスクトップパソコンは持っていましたが、黒は持っていなかったので、買い足しました。部屋作りが完成したので、次は、部屋に合う、洋服を選んでみました。金庫には、着替える機能がついているので、今回は金庫で着替えてみました。トップスはベスト付きワイシャツを、ボトムスはスラックスを選択。かぶり物は猫のかぶり物で、ジャックさんっぽくしてみました。靴はビジネスシューズを選んでいます。洋服選びも終わったので、最後は完成した部屋で、ポーズをとってみました。
シミリは、触ることで紙が一枚印刷されます。ニュートンのゆりかごとデスクトップパソコンは、オンオフの切り替えができます。ウォーターサーバーも触ることで、コップにお水が注がれます。今回の動画は、これでおしまいです。最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければ、チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それでは、また、次の動画でお会いしましょう。